はい、よろしくお願いします。お願いします。この放送は渋谷で読書会の後に撮っているセミナーで、非公開渋谷で読書会のアフタートークです。よろしくお願いします。お願いします。引き続き秋川文子さんです。はい。いやー、兄者南京非常に熱が入ってました。そう、もともとその前も言ったかもだけど、幼馴染が書いてるんですよね。暗渠の調べてて、これ著者さんの一人が幼稚園から中学まで一緒だった子が書いてて、それでなんか暗渠について知って、イベントやったり一緒にするようになって、私とバイトちゃんは結構暗渠に夢中です。いつ頃からあれだったんですか？その、伊賀文子さんは、その方は。この方は、幼稚園の頃からではないでしょう、ね。全然そうですね。大人になってからだと思うけど。はいはいはい、はい。本業が普通にあって、ね、趣味でやっていったみたいだけど、でも、多分、歴は結構長いんじゃないかな。10年くらいは。私が、ビレッジヴァンガードに勤めてた頃にも、本が出てたんですよ。知らなかったんだけど。暗渠の本があるなーって思って、タモリさん系の本だなーって思ってたら、まあ、本名じゃないから、全然気づかなかったんだけど、この本書いたんだよって言って、知ってるし、みたいになったので、10年くらいは多分、10年以上はやってると思いますね。全然、で、その地元もまるで一緒だから、ここも暗渠だよとか説明されて、確かにあそこ暗渠のサインあるわ、みたいな、で盛り上がったりとか、しました。それ結構感動的ですね。感動的ですね。めっちゃ通ってたよっていう、そう、学校行くのに通ってた道が暗渠なんだよ、みたいなとか、暑いって、なんなら学校の脇が暗渠じゃない、海渠、学校の周りを川が、ちっちゃい川が流れてたんですよ、確かに。で、部活でこう、その脇を走ったりしてたから、今思うと、みたいな。そういうのってみんな絶対あるんですよね、大体。はいはいはい。で、それで歴史を調べていくと、その自治体が作ったとか、もともとあった川だったり、あと自治体が作って、その、なんていうんですか、この水の確保するために作ったところだったりとか、いろいろあるから、歴史が。それがまた楽しい。という、奥が深い、ハマると、もう、大変です。沼です、まさに。まさに、そう。ありがとうございます。よく調べるなって思いますね、この著者さん。ね、そういうの探求していく人すごいですよね、もう本当。すごいと思います。しかもこの二人は、研究なんだけど、すごい面白いく、こう、なんだろう、興味が湧くように説明してくれるから、それもまた、面白いですね。語り部としても。そう。なんか暗渠まみとかいうのをやってて、はい、暗渠沿いにある飲み屋さんを、飲み歩くみたいなのとか、はいはいはい、絶対楽しいじゃないですか、そんなの。みたいなのをしたりとか、自分たちでやってレポートしたりとかもしてて。そう、初めて再会する日、もう卒業してからずっと会ってなかったんですけど、中学を。で、たまたまツイッターかフェイスブックかなんかで連絡をもらって再会することになった、初めて飲んだ場所も渋谷川の暗渠沿いの飲み屋だった。暗渠づくんで。そう。最高って思って。これは面白い。そう。いいことですよね。楽しい。いい出会い。ですです。はい。ありがとうございます。ガブゴさんの暗渠率と、はい。大河ドラマ率が毎月。そうですね。いつもごめんなさい。いい。ありがとうございます。また来月も、はい。大河ドラマの話が楽しくできることを祈りつつ。そうですね。そうですね。はい。
はい。平和に。また来月もよろしく。はい。はい。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この放送は、本編では渋谷のラジオという放送局から渋谷の読書会というのを毎週金曜日の朝9時から生放送でお送りしております。ぜひそちらの本編も見てください。概要欄にリンクを貼ったり、アーカイブが全部見えますので、リンクも貼ってありますのでよろしくお願いします。ダムさん、改めてありがとうございます。ありがとうございました。